ども山田です。皆さん元祖ニュータンタンメン本舗って知ってます？これはマジのマジのマジの話なんですけど、僕がラーメンを出してるチェーン店の中で本当もトップ、まあ、正確に言うとね、天一と、ここが俺の中ではもう2強ぐらいの感じになってるんですけども、これね、悲しいことにね、この、ニュータンタンメン本舗、あ、正確には元祖ニュータンタンメン本舗、これってね、すごく店舗数が限られてるんですよ。あんまり多くないんですよ。なんかあるじゃないですか、そういう、ローカルチェーン店っていうの。で、これがね、僕が住んでるあたりは全然ない。まあ今、減量中なんでね、あーまあさすがには、今はちょっとやめとこうか、みたいなね、感じだったんですけれども、なんとですね、皆様、これが今ね、コンビニで買えるんですよ。あ、これ全然案件じゃないですかね、案件じゃないです。セルフで。これ悲しい。俺は元祖ニュータンタンメン本舗という店自体が知名度がなさすぎる。こんな感じ。これが売れ残ってるんだよ。場所によるんだけれども、僕がこれ買ったね、コンビニがね、こんな感じでね、ほら割り引かれちゃってんだよ。もう僕はね、これコンビニでね、最初ね並んでるの見かけて、うわー食いてーと思って超我慢してんのよ、減量期は。なんですが、今回こいつをね、僕はもう知ってほしいのよ。これがもう売れ残ってることが僕は悔しくて悔しくてしょうがないので、今回動画で紹介しようと思います。はい。1食あたりのカロリーが400は高いなー。でもまあ、しゃあない。あ、だからね、こういうのまた出るから多分動画ね。はい。なので皆さん慣れてください。今回はこちらの、元祖ニュータンタンメン本舗のコンビニバージョンのやつですね。こちら食べていこうと思います。僕は本家本当に何回も、何度も何度も食べてるんで、もう味の比較とかね、麺の比較をちょっとしていこうと思います。食べていきましょう。今ちょっと今お湯沸き待ちなんで、その間にちょっと元祖ニュータンタンメン本舗のね、公式サイトの方ちょっとね、見ていきまーす。ニュータンタンメンとは、創業55年、スタミナがつく料理をと創業者は中華料理の担々麺をアレンジしたのが始まりです。担々麺アレンジなので、ニュータンタン麺で。あ、30店舗ぐらいなんだね。川崎市を中心に30を超える店舗数を展開しています。厳選した小麦粉に独自製法でもちもち感を追求した麺。鶏から塩味ベースのスープ。ひき肉、ニンニク、卵を絡ませ、粗挽き唐辛子でパンチを効かせた絶妙な仕上がり、一応食べたら癖になる美味しさですと。はい。そう、これね、担々麺、このニュータンタン麺の何がうまいって、上のね、そのひき肉、ニンニク、卵全部こう混ざった上のかき玉というか、ひき肉入りかき玉の部分なんですよ。ひき肉と卵でこう作るオムレツ、あれふわふわにして、あそこにさらにもう唐辛子とニンニク、結構ニンニクもしっかりしたやつ、でっかいやつね、こうガンと入れて、それを豚ガラ塩味のやつにふわっと乗ってるんですよ。で、麺がね、これもちもちのね、ストレート麺なんですよ。うめえのこれ。マジでニュータンタン麺はニュータンタン麺でしかない。まあ、ということで、もニュータンタン麺ほんとうまいんですよ。ぜひ皆様ね、食べてほしい。まあ、今回のね、こいつもね、どの程度の再現度なのか気になりますね。一応これ中身見ていこっかね。どんな感じなんだろうか。よいしょっと。はい。はい。あれ？あ、なんか粉末スープとかそういうのないんだね。全部オールインタイプだ。あ、で、ちょっと卵部分がね、なんか見えますね。ちなみに今両サイドにはですね、お刺身とお醤油でございます。あれなんですよ、炭水化物だけでご飯っていうのは本当良くないので、脂質の少ない、はい、赤身ですね、中落ちかこいつはな、はい、のマグロ、こいつも食べることでちょっとタンパク質もしっかりと摂取していきます。はい、はい、じゃあお湯ちょっと注いでいきまーす。よいしょっと。3分待ちまーす。3分経ちましたので実食編に入ろうと思います。食べていきます。こいつ食べました。はーい、こんな感じに仕上がりました。麺はこれ縮れ麺風になっちゃってるのかな。で、麺がね、これもちもちのね、ストレート麺なんですよ。本来はもうちょっと太いかな。ただまあスープとかね、そっちの味付け次第だね。元祖ニュータンタン麺さんのやつに確かに匂い近い。うん、スープの感じはめっちゃ期待できるね。それじゃあまずはちょっとスープからいただこうと思います。ちょっとその前にね、タンパク質を少しでも取っとこう。うん、これは普通にうまい。それじゃあスープいただきます。おお、なるほど、なるほどね。はっきり言えば本物のニュータンタン麺に比べるとちょっと薄味にも感じるんだけど、元祖ニュータンタン麺本舗さん自体のスープってでも確かにもともとあっさりしてるんだよね。あれの固形ニンニクとか、あとはひき肉とかから出てくる旨味分がちょっと多分足りてないなと思う。ただ
すげえ、再現はできてる。家とかで食べるんだったら、むしろ、このニンニクの、口の中のガツンと感は、これくらい軽減されてる方が、もしかしたらいいのかもしれない。万人受けはこっちの方がするんじゃないかなって、ちょっと思うな。早速じゃあ麺、今度は麺行くよ。よーし、いただきます。ちょっともう一回行くわ。そういう感じか。はっきり言うと麺は全然だわ。麺は全然違う。なんか。これはもったいないな。やっぱでもあれは自家製麺だから美味しいのかもな。本当にね、食感がめちゃめちゃいいのよ。ニュータンタンメン本舗のミュータン、麺が。個人店じゃなくてチェーン店でこんなにうまいのかってマジで思うお店の、そのうちの一つの武器だよね。なるほどな。いや、なんか、うわ、そっか。とか文句言うんだけど、うまいはうまいな。これはこれで一つのカップラーメンとして成立してるね。でもスープはやっぱうめえわ。よいしょ。なんかダイエット中に何食べてんのかって、やっぱちょっと、今度ね、動画でお話しようと思います。コアラさんの指導とか、コアラさんの動画ほんとためになるわ。あれすごいわ。うまっ。そこの方に溜まってるね、これわかんないかな、ちょっとね、手元、こっちでちょっと取るわ。ちょっとこれね、見た目汚いなと思う人は、ほんと、ごめんなさいね。この周りについてるこの唐辛子、これがいいんですよね。本家のニュータンタンメン本舗もこういう感じの唐辛子を使ってる。てか、ほぼまんま。ちょっと食べていると、だんだんポッポポッポ熱くなってくる。でも、ちゃんと後から辛いっていうので、それがまたいいんだよね。なんか他の激辛店とかともまた差別化されてる感じ。飲み切りました、食べ切りました。飲み切るのは本当は良くないんだけど、ダイエッター的には。ということで、ごちそうさまでした。はい。いや、本当はこの後お刺身もちょっと食べるんですけどね。最終的なちょっと評価、いいっすか。バカうまかった。いや、途中ね、これ麺がーとかさ、やっぱかき玉がーっていう風に言ってたじゃないですか。それはね、もちろんお店と並ぶとは言わない。元祖ニュータンタンメン本舗行ったことない方は、ぜひね、関東の方とかにね、来た時にぜひね、行っていただきたいし、関東住みの方はね、ちょっと近くにね、あるかどうか調べていただきたいレベルなんですけど、僕は。こいつのね、お店で、食べ終わった時のその満足感と、今このカップ麺の最終的な満足感っていうのは結構近いものだった。で、そうだったって思ったのがね、スープがね、止まらなくなるんですよ。もうニンニク、ニンニクもう大嫌いっていう方はちょっときついかもしれないけど、塩なのに、塩ベースのさ、スープにさ、普段ニンニクってあんま入ってこないじゃない？別だったりするじゃない？わかんない。出汁取ってる段階であるのかもしれないんだけど、がっつりニンニク感を感じられる。塩ベース。で、そこに辛みっていうので、やっぱりね、そこのね、刺激というか、その旨味や刺激の柱がいっぱい入ってるんだよね。なんだけども、それぞれがちゃんと際立って、その隠し味みたいになってない。全員が主張してるんだけども、全員共存してるめちゃめちゃうまいスープ。で、やっぱね、麺とか、本来のね、卵の部分とか、に関してもっと再現してほしいっていう、やっぱニュータンタンメン本舗ファンとしてのね、思いはいろいろあるけど、でも、これはもうコンビニにあって入門編として、入ってもらうのには全然いいのかなと、はい、いうのが最終的な僕の、はい、元祖ニュータンタンメン本舗のコンビニバージョンの評価でございます。いや、いい汗かいたな。はい、ということで、ぜひ皆様コンビニあったら食べてみてください。これは僕はおすすめです。はい。ただ、途中にも言ったように、元祖ニュータンタンメン本舗の店舗のね、ファンの方、食べたことがある、あれが好きっていう方からすると、ちょっとまだ物足りなさはあると思う。もう別物として、別物っていうかライトみたいな。元祖ニュータンタンメン本舗ライトみたいな感じで、考えてくれると、ちょうどいいのかななんて思いました。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。これが終わったら、筋トレと、あとはちょっと今日は炭水化物を多く食べてしまったので、ウォーキングもしくはランニングしてこようと思います。はい、それじゃあ、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。